こんにちは。今日はこちらの新型のシエンタ、こちら5人乗りのハイブリッドの車になります。で、私この車実は先代モデルも扱ったことがないんですけれども、まあ、今回初めてということでご紹介を私なりにさせていただきたいと思います。まあ、主に私はホンダ車メインで取り扱ってますんで、フリードとの違いの観点でご紹介できたらなと思います。で、まずこちらは5人乗りのハイブリッドということで、非常に定番な紹介になりますが、タイヤから入っていきますとエナセーブを履いておりまして EC300、 これホンダ車でも使われてたりします。で、185-60の1号ということで15インチ、フリードも15インチだったかなと思いますが、同じサイズのものを履いています。 FF なので当然リアも同じサイズになっているかと思いますが、念のため見ていきたいと思いますが、同じサイズ同じ銘柄のタイヤを履いているという状況になります。で、車外はもう見ての通り、なんかルノーの車、なんか外車に近いような車、カーゴ系の、ヨーロッパのカーゴ系の形をしたような、車になっていて、もの珍しい車に乗りたいという方にとっては、すごくおすすめできる車のデザインになってるんじゃないかなと思います。で、こちらの車内を開けさせていただいて見ていきますと、まず私気になったのがドア閉めるときなんですけど、通常ここにドアポケットあったりするわけなんですね。ドアポケットで、これがドアポケットですけど、こっちにもドアポケットあったりするわけなんですけど、こっから閉める癖があって、ここにこの車ついてるんですけれども、どこにあんのかなっていうところで、ここにつけたということで、少しこう特徴的なところになっているかと思います。それから、この辺の基調なんかは割とステップワゴンのエアーに似たような基調です。エアーもこういった少しこうリビングっぽいような素材を使っていたりしますけれども、もうこれはなんかエアーのコンパクトモデルみたいな、なんかそういったイメージがすごくぴったりと合うのかなという気がします。もうホンダ車からこのシエンタを見ると、そういう雰囲気というのがすごく漂ってるかなという気がします。で、こちらのシートの素材も、このインパネに使っている素材と同じものが使われています。結構このクラスの車としては大きいシートになってるんじゃないかなと思います。で、シート自体も、高さ調整とリクライニングがついているような状況。で、ハイブリッドにこれ車はなっているんですけれども、実際中少し乗せていただいて、ハイブリッドになりますんで、パワーボタンがあります。こちらを押していただくことによって、こんな感じでメーターが表示されます。メーターがすごく一新されていて、先代モデルがどういったメーターなのかっていうのはちょっと私あまりよく詳しくはないんですが、こちらメーターも新しいものに変わっているので、すごく未来感を感じる。これ車をこの車を購入された方なんかはすごくワクワクし、ドキドキするような、そういった車になってるんではないかなと思います。で、あとすごくいいなと思うのは、ここ、ドリンクホルダー。私もすごく思ったんですけど、最近、1リッターのドリンク、私、大洋ちゃんの濃い味緑茶好きなんですけど、それが入るサイズの、このドリンクホルダーになってるっていうのが、すごくまずいいところだなと思いました。これフリードにはね、当然なかったわけなんですけど、これがついている。ステッパゴにもなかったですね。で、このシエンタにはそれがついていると
いうところであったり、あとはこの、ここに小銭を少しこう置いたりとか、できるっていうところもよく考えられてるなっていう気がします。で、ここも、しっかりと、なんかかなりこれ、深いです。ステッパーゴンも私、今 RP を乗ってますけど、ここの収納ボックスかなりね、重宝するんですよね。だから、こういったところにやっぱりあった方がね、いいと思うし、これのいいところは、ここにセンターコンソールボックスがあるにもかかわらず、まあ今時の車みんなそうなんですけど、ここのインパネの上がフラットになっていて、車の見渡し、それからサイズ感、こう横幅、まあそういったものがすごくこう掴みやすくなった設計になってるのが最近の車なわけなんですけれど、そんな中でこういったコンソールボックスがちゃんと入ってるっていうのも、まあ、これも少しこう新しい発想なのかなっていう気が僕の中ではする。まあそういったところもすごくトヨタらしいところなのかなという気が私の中では以上にします。で、ステアリングもこのシエンタのこの車格の車では思えないような、これ本革向きのステアリングではないかと思うんですが、非常に座り心地もいいです。それから、インターフェース、ディスプレイオーディオが、これはノアボクシーと同じ 10.5 インチサイズのディスプレイオーディオになっています。これもしっかりとついております。はい。で、こちらの、ETC カードが挿入されています。エアコンの表示なんかは、地図データの更新が完了しました。ノアボクシーとは少し違ったものにはなってますけれども、まあこれはこれですごく良さげだなと思います。エアコンのつまみ、それからフルオ調整がついているものになっている。で、こちら、ハイブリッドなんですけど、ちゃんとこれ、ハイブリッドのノブ、これもノアボクシーと、この辺の色が違いますけど、これノアボクシー、ハイブリッドのこれオプションなんですけれども、シエンタも多分これオプションじゃないかなと思うんですけど、通常これゲートなんじゃないかなと思うんですけれども、この車にはこのノブがついています。それから、ホンダ車にはもうね、まあないんですけど、このトヨタの車にはしっかりと、EV モード、ドライブモードということで選べるようになっています。まあこの辺は、まあ EV モードなんかは、まあより一層ね、リチウムイオンバッテリーをこう追い込んで使いたいと。まあ、過放電がバッテリーの寿命に影響してくるっていうのはあるんですけれど、一時的にやはり少しこう過放電させて、ね、より EV で走らせたいっていうシチュエーションなんかもあったりすると思うんです。状況によっては。まあ、そういった意味では、こうドライバーに選ぶ、ドライバーが選べるような、まあそういった方が私もすごくいいのかなって思ったりするんで、指ボタンはあった方がいい派なんですよね。だからあった方がいいなっていうことで、これはついてますんで、こういったところはすごく偉いところかなって僕は思います。で、こちら。このシエンタもハイブリッドですと AC100V の 1500W 電源がついておりまして、まあ、トヨタの車はハイブリッドはこういった給電システムというものがしっかりとついている。しっかりと震災とか災害に備えて、このライフラインを車で整えておこうというところもトヨタの方針としてあるわけなんですけれども、ホンダ車にはね、これが残念ながらね、今回ないんですよね。でも、シエンタにはちゃんとこれもついています。もちろんホンダボクシーにもついています。こういったところなんかはやはりトヨタ偉いなって思うところになります。これはちょっと今、オッドキャスト。まあ、オッドキャストも、私の動画を見ていただいている方は、すごく関心持たれている方が多いんですけども、まあ、オッドキャスト、これは市販品のオッドキャストなので、こちらはまた後日別動画でご紹介をいたします。で、こちら、収納ボックス。これは、ドリンクホルダーではなくて、普通の何か物を入れたりするもののようですね。まあ、こういったオッドキャストとか、こういったものを入れておいてもいいかなと思います。で、こちらも同様で、しっかりと、1リッターのペットボトルも入るサイズのドリンクホルダー。こういったところもすごい偉いですね。いいなと思います。あとこれです。すごい。ティッシュの箱って、結構、車にこう、ポンと置いとくと、いろんなところにこう散乱しちゃって、最終的にこう、潰れたり、汚らしい感じになっちゃったりすると思うんですけど、これすごく偉いですね。
これ今ちょっとゴム取れちゃったんですけど、ちゃんとこれゴムがかけられてしっかりとこうホールドできるようになってる。こういったところなんかもすごくやっぱ発想として新しいなっていうことをやっぱりこう感じるところですね。はい。で、まあ、ここは車検修理だったりします。まあ、かなり深いくなっています。まあ、このティッシュの箱、こういったところなんかもすごく、まあ、ちょっとしたところなんですけど、こういった工夫がなされてるっていうのは、まあ、ものすごい大事なんじゃないかな。車をね、買う上でもすごい大事なことなんじゃないかなと個人的には思います。こちらもです。ペットボトルもちゃんと3種類選べる。まあ、通常の車ですと、500ml のペットボトルでも結構入りにくかったりするんですけど、これ、ちゃんとスマート、ミディアム、ラージということで、ちゃんと1リッターぐらいまでのペットボトルも、ここでも入るような設計がなされているということで、やっぱファミリー感やっぱこういった配慮っていうのはすごく必要なことなんだなっていうことをすごく感じます。ちゃんとそういったものもしっかりとついております、この車には。素晴らしい。で、あとは、まあ、この辺は今までの見てきた車とも特には変わらないですし、フリードとも特には変わらないかと思います。はい。それでは次にですね、2列目を見ていきたいと思います。あ、その前にこちらウォークスルー、ハイブリッドなんですけれども、ちゃんとウォークスルーができるっていうのはこのシエンタも共通です。フリードもハイブリッド車なんですけれども、ちゃんと動くスルーができるような設計になっていると、まあ、いうことで、その辺は同じようになっております。はい、それでは2列目移っていきたいと思います。2列目の広さを見るために、私の身長は今175センチなんですが、ドラポジに今合わせている状況、自分のドラポジに合わせて、2列目見ていきたいと思います。はい、この状態です。で、この状態で後ろに行くっていうのがちょっとできないんですけれど、まあ、助手席からでしたらいけるんですけど、シートをスライドさせないと後ろに行けないんで、ちょっと一回降りて後ろに行きたいと思います。で、もちろん電動のスライドドア付きになります。で、2列目です。はい。で、2列目なんですが、うわ、もう全然余裕ですね、この広さ。175センチの私のドライビングポジションに合わせてる状態でも、うん、しっかりと。で、足が、最近の車そうなんですけど、ステッパーコンとかもそうなんですが、足がちゃんとこの下に入るようになってます。で、フリードはもうだいぶ前の設計の車なんで、まあ、ちょっと足が下入らなかったと思うんですよね。で、その代わり、この着座位置をかなり低くまで、ギリギリまで低くまで持っていって、この後ろからの視界を良くしていたっていうのがあります。フリード結構、後ろに行けば行くほど高くなるんですね、着座位置が。なので、見渡しが良くて、閉塞感を感じないような作りなんですけれど、シエンタに関してはちょっと少し発想が違っていて、このヘッドレストなんかもかなり大きめなんで、前の見渡しとしては、まあ、フリードの方がいいかなっていう気はします。まあ、もちろん当たり前なんですけど、シートの位置が少し高めなので、その分下が空いてて居住空間があるよということで、まあどちらを取るかということになると思います。はい。で、シート自体は、こちらは5人乗りの車になりますんで、まあ機会があったら今度7人乗りもご紹介できたらなとは思うんですが、こちらは5人乗りのシートになっています。材質自体は同じものです。フロントのシートと同じものになっております。で、こちら。倒しか、まあ、リクライニングがちゃんとついていて、うん、3段階、4段階。まあ、詳細は、カタログ等にも書いてあると思うので、そちらを見ていただいて、複数、リクライニングができる。複数段階でリクライニングができるようになっているということと、しっかりと、ここは、後ろのラゲッジから、
前のこの2列目のヘッドレストまで、この辺まではフラットになっていると。ほぼフラットです。でちゃんとこの板があって、フラットな状態を保てるようになっております。はい。で、初期位置がこの位置になります。で、完全に倒すと、まあ、ここまで倒せるようになっている。で、アームレストとかはないんですけど、しっかりと3人がフル乗車できるようになっていると、まあ、いうことになります。それから目玉なのが、サーキュレーター付きということで、結構、2列目ってミニバンって熱いんですよ、すごく。僕もミニバン乗ってて、2列目最近撮影とかで使って乗るときあるんですけど、やっぱね、2列目結構熱いんですよね。で、これは、結構なんか面白いですね。ちゃんと、ここに、送風口、これ、送風の、これルーバー、単なるルーバーのように思うんですけど、ちゃんとこれで、ここの風を、位置を変えられるようになってます。これもね、すごいですね。なんか新しい発想で、頭いいなって、トヨタのエンジニアの人頭いいなと思うんですけど、うん。これは、サーキュレーターなんですけど、すごくいいですね。特に、エアコンの風がもう直が嫌いで、どちらかというと、送風の方がいいよっていう人にもすごくいいと思います、これは。で今私も結構暑がりなんですけど、このぐらいの時期、もう9月に入りましたけど、このぐらいの時期ですと、もうサーキュレーターちょうどいいなっていう。で、これサーキュレーターなので、もちろん、今度暖かい時、エアコンを入れた時、暖房を入れた時なんかも、後ろの空気のその循環をさせるにも、すごくぴったりかなと思いますんで、あ、これは、うん、よく考えられてるなというのを、また改めて2列目に乗っても、感じれるポイントというものがしっかりとあります。ただ、後席のモニターがちょっとつけれないのかな？これは、まあ、この仕様じゃないものもあったりすると思うんですけど、これをつけちゃうと、ちょっと後席モニターがちょっとつけにくい。まあ、この辺につけれるようにもなるかもしれないんですけれども、うん。まあ、これはね、あった方がいいんじゃないかなって思います。やっぱり2列目以降、エアコンがないと結構やっぱり辛いっていうのもありますんで、これだけの大きい車になってくる。まあ、シエンタといえどもかなりギア大きいです、相当。なので、これは、サーキュレーター、エアコンディショニングぐらいはあった方がいいかなと思います。でもこの辺のドアのトリムなんかも安っぽさがすごくなくて、こう、前に少しこう張り出してる感じで、立体感がある作りになっているので、なんか全く安っぽさ、バンっていうなんかその安っぽさっていうのが、なんか少し軽減されてないような気がしますね。で、ロールサンシェードもついていて、日よけにもなっているし、ロールサンシェードから少しはみ出てる部分に関しては、このような形で、しっかりと見えにくいような対策、見えにくいような処理がなされていると。このなんかもトヨタらしい思想になると思います。ホンダ車にはこれはないです。USB、運転席側ですけれども、こちら、Type-C が2つついていたり、ポケットがついていたりということで、もうこれでも十分なんじゃないかなっていうぐらいの装備がしっかりと整っていると、まあ、いう車になっております。はい。それでは次にラゲッジ。この車は3列目がないので、最後ラゲッジを見てみたいと思います。あと降りるときはちゃんとここにノブがついてるわけじゃなくて、このトリムに一体型の、まあ、グリップ付きになっている。こういったところなんかもすごくコスト低減になっていいんじゃないかなと思いますね。はい。これは電動のゲートではなくて、手動になっております。まあ手動でも全然もう自分で使う分にはそれでもいいのかなっていう気がします。で、こちら。トヨタの車は自動給電システムっていうのがついていて、なおかつ、ハイブリッドですと、先ほど前にコンセント 1500W 電源言いましたけど、後ろにも AC100V の 1500W 電源っていうのがどの車でも
ついています。もちろんこの車にもついている。で3列目仕様もあるんで、ここにカップホルダーとか小物入れなんかもついていたりします。こちらもしっかりと小物入れとカップホルダーがついている。で下です。下は小物入れになっておりまして、この辺はこれなんだろうな、これおそらくバッテリーじゃないかなと思うんですけれども、でこの前にはハイブリッドバッテリーだと思うんですが入っている状態なので開けることはできない。なので実質下に関しては物を入れたりするスペースというのはないんですけど、フリードも確か同じだったと思うんですよね。そんなに入るスペースってなかったと思うんですけども、このシエンタに関しても基本的にはこの床下には収納できるスペースっていうのはほとんどない状態ではあるんですけど、ラケッジ自体はかなり広くはなっているんで、物自体を積むということも可能になっているということになっています。はい、でパワーユニット自体はこちらは直列3気筒エンジンの THS2 の組み合わせのエンジンになっているということになります。詳細に関してはカタログの方を見ていただければと思います。はい、ってことで今回はこちらの新型のシエンタ、こちらはハイブリッドの5人乗りの車になるんですけれども、フリードとの違いの観点でご紹介をいたしました。でやっぱり印象的だなと思ったところはやはりこのデザインもそうなんですが、デザインは好き嫌い分かれるところがあるんですけど、やっぱ機能面で今気づいたんですが、ちゃんとこのねブラインドスポットインフォメーションがついてるっていうところであったり、この大きなペットボトルも入れられる。でこちらのドアポケットにもちゃんと、こちらはミディアムまでなんですけど、助手席の方はラージサイズまで入れられる配慮がなされていたりとか、あとはこのインストルメンタルパネルがフラットなんだけれども、こういった小物が収納できる部分があったりであるとか、それからこのティッシュです。このティッシュが固定できるような機構を持っていたりとか、こういうとこですよね。なかなかこういったところ当たり前のようで、実はなかなかこう気づけてなくて、従来の車にこうついてない装備っていうのが、やっぱりこのトヨタの車にっていうのは、新しい車そうなんですけども、ついてきているという部分。それからこちらのサーキュレーター、こういったものです。こういったものがやはりこうついているということを考えると、やっぱり装備という面においてはやっぱりこうトヨタに勝る車はないんじゃないかなということで、私自身今回最後の締めくくりとして所感ということでお伝えできるかなと思います。はい、ということでこの車次回試乗してみたいと思いますので、フリードとのまた違いも含めてこちらの車のインプレッションをお伝えしていきたいと思います。当チャンネルでは車よびカー用品のレビューを行っております。また最近では車のガジェット品等のレビューも行っておりますので、ぜひ興味のある方はそちらの方もご覧になっていただけますと幸いです。それでは失礼を。